このまま本当1、2年でもう引退するのかなぐらいの。に街を最初にふわって見たときに、あ、もうこの子プロになるなって俺は思ったの、その時。もう代表選手とか海外でやってる選手は受け皿の広さもあるし。芯が強いんだけど、うん。こう客観視して自分にこうなんか矢印向けるタイプなのかなっていう印象がある。マチ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかね、こうやって、さっきも話したけど、少しね、もう、お互いこう、日本を離れているからさ、ね、はいはいよはけいはい。会う機会ないもんね。そうですね、確かに。ベルギーで暮らして、何年経ったの？今2年半ですね、2年8ヶ月ぐらいですかね。その生活環境はもう完全に慣れてる。生活はそうですね、意外と、まあ、ベルギー自体住みやすい街ですし、まあ、僕がその移籍した当初は三笘薫がいたんで、半年だけ、最初の半年彼がいたんで、結構日本人いていろいろ教えてもらうことができたんで、意外とすぐ馴染めたのかなと思いますじゃあ一緒にご飯食べに行ったりとかできたんだ。そうですね、まあ、彼の家にご飯食べに行ったりとか、シェフがいて、はい、とかシェはあフりがましたね。いて。日本食あるの？一応意外とありますね。その日本食スーパーもあるし、まあ、あとドイツのデュッセルドルフって街が結構日本人街があって、もうそこ行けば日本食何でも揃うしみたいな、そこまで車に2時間ぐらいなんで、まああんまり不便なことはないですかだからそこさ、結構大事じゃん。生活環境慣れるとかさ、言葉とかね。文化。何でもこう許容できる、自分の中での、なんだろう、受け皿があれば多分全然やっていけるのかなとは思いますけど。いや、わかる。すごいわかる。マジ。はい。そんそうなですよね。ね、多分。中国とか多分ね、思ったようにいかないことは多分死ぬほどたくさんあると思うんで。まあ、海外行ったら多分誰しもね、直面することだと思うんですけど、まあ、こんなもんだろうっていう 感じで、受け流せるというか、受け入れられる、メンタリティがあればね、大丈夫かなと思いいやー、なんかそれはすごくわかるね。なんかます。それがね、なんかこう小さく狭いとさ、やっぱりうまくいかないことなんか多くなっちゃうもんね。そうですね、はい。それは、でもそれはあれだね、そうやって海外で活躍する一つの条件なのか、やっぱり、マジ。間違いないですね。多分僕に限らずやっぱ、代表選手とか海外でやってる選手は、やっぱそこを受け入れるだけのね、そういう受け皿の広さもあるし、逆にそれをね、こう何クソと思って、もっと上のレベルでやりたいって思える、その、ハングリー精神もあるし、そういう人じゃないとやっぱ、海外の厳しい環境でやっていけないと思うんで、まあ、やっぱ日本は、恵まれてる環境でサッカーやらせてもらってたなっていうのはすごい感じますね。確かにね、もうそれはもう出てみないとわからないことだしね。間違いないですね、順応できるか適応できるかとかもさ、言ってみないとわかんないし。ね。はい。でも今ね、マチが言ったように、その能力って、まあ、もしかしたらもともと持ってるパーソナリティなのかもしれないし、まあ、幼少期からこう積み重ねていった中で培っていったものなのかもしれないし、その辺ってやっぱ何、自分の中では、自分がもともと持ってた感じの感覚？そうですね。僕は意外と元々持ってたのかなとは思いますけど、どうですかね。マチってあんまりさ、こう、なんていう、まあ見えづらいのかもしれないけど、そんな意味がない。そうですね。感情の波とかは比較的少ない方かもしれないですね。なんかすごい、なんかこう多分芯は強いんだけど、こう客観視して自分にこうなんか矢印向けるタイプなのかなっていう印象がある、俺の中でも。
そうなんですかね。はい。こんな感じがするね。そのプロになってからその海外に行って、それがどうなったかっていうのは、ちょっと俺はさ、うん、その一部始終見てるわけじゃないから分かんない。そう、なんか、俺の最初の印象は、マチが小4、小5、テニスクラブでサッカーしてた、テニスコートでサッカーしてて、あのハードコートの。あの時、覚えてる？マチ。覚えてますよ、もちろん。いつからさ、その、こう、夢ってずっとあったでしょ、小さい時に。その手品が。はいはいはい、その鹿島入ってから。うん、で、それ、こう、どこのタイミングで、なんか、あ、これ結構俺いけるかもしれない、これプロになってやっていけるかもしれないって思い始めたってことってあるの？まあ、小学校の時とかは、まあ、プロになれたらいいなぐらいの感覚だと思うんですよ。やっぱそんな、こう、現実的には見てないというか。うん、ただ、その、現実的に、なんだろう、現実的に見始めたのは、やっぱ高校入ってからですかね。やっぱプロの練習に、ユースで参加するようになって、高1の最後ら辺かな。でそこからやっぱ、ね、プロになることがこんなにもこう近い環境にあるんだっていうのを感じて、うん、だいぶ意識するようにはなったのかなと思います。トップの監督ってその時、ユースの時は、うん、初めて練習参加した時はトニーニョ・セレーゾで、うん、で、セレーゾから石井さんになって、たタイミングで、うん、トップに昇格したって感じですね。そう、どうだったの？トップへこうパッてこうユースからさ、はいはいはい、その時にこう自分がいろんなことをわって感じたと思うんだけどさ、うんうん、いや、やっぱレベルは違いますよね。そのまあ僕も高3の時はもうアンダー17、16、17の代表選ばれてて、うん、でまあその世代ではある程度トップの中にいたんですけど、やっぱそういう選手でもやっぱトップチーム入るともう何も通用しない。まあそれは体格差もそうだし、技術のレベルも違うし、戦術の理解度も違うし、もう本当に天と地の差というか、もうこのまま本当 1,2 年でもう引退するのかなぐらいのメンタルになりましたね、本当に。こう、ガツンと来たわけね。そうですね、はい。ね、実際、ほら、鹿島の練習とかさ、見てるやつ、本当みんなさ、本当うまいじゃん。うまいし、メンタル強いし。そうですね。本当、僕、トップ上がった時とか、センターバックの6番手とかね。で、6番手なのに、怪我に3、4人出ても、サイドバックの西大悟さんがセンターバックやって、俺が出れないみたいなところも全然よくあったんで。まあ、だいぶそうですね、その実力差は感じましたね、最初の1、2年は。はい。で、そこで、こうなんかきっかけあった？僕、J リーグデビューしたのが2年目なんですけど、で、デビューして2試合目で前十字靭帯切って、うん、で、2シーズン目はもう完全に棒に振ったというか、まあ、ただそのタイミングで、その、体を作り直すというか、いい時期だったのかなと思って、いろんなトレーニングして、体を、ね、もう一回作り直して、プロで戦える体にして、で、まあ3年目の最後の方からちょっとずつ、試合に絡めるようになってって感じですかね。確かにそうだよね。だから逆に言ってこう、ちょっと、ね、アクシデントかもしんなかったけど、うんうん、その半年間の体作りっていうのがいい方向に向いたのかも。そうですね。まあ、やっぱ僕190あって、で、プロ1年目、2年目上がった時とか、やっぱ自分の体を自分でうまくこう操作できてないというか、っていうのが今思うとあったなと思ってて、やっぱ自分の、ね、体をうまく使えるその身体操作性というか、っていうのはその時期ですごい身についたなと思うし、そうですね。やっぱそれは人それぞれ違う、ね、みんな違う体なんで、自分で身につけるというか考えてやるしかないのかなと思いますけど。結局そこに向き合って自分で、それをこう改善していった感じだよね。18歳、19歳。そうですね。はい。そこからだよね。そこからこう、徐々にね、最初左サイドバックで出たのか。
そうですね、最初はサイドバックの方が多かったですかね、多分4年目。それこそ今、オリンピックの大岩監督が、鹿島で監督の時は、ほとんどサイドバックで出てて。本当、ダメかもって思ったところから今のね、こう、うん、いろんなこうステップバイステップがあったと思うけどさ。はい、え、逆にそう、ユースの時にやっとけばよかったなとかさ、思うことってあったの、その時期に。18、19、20頃って。相当トレーニングはいろんなことやってたと思うけどさ、ユースの時も。まあけど、いくらトレーニングしてもやっぱ基礎レベルの基礎練習、基礎レベルのレベルの高さは他のやっぱトップトップ行くとやっぱ高い人は高いし、うん、本当そういう止める蹴るが一番なんだろう、大事なのかなと思いますけどね。多分やっぱその時期によってこの練習が必要とかって多分人によって変わってくると思うんですよね。僕はそれこそその怪我したタイミングで僕がその体をもう一度鍛え直したとか、その自分がどううまく体を扱うか考え直したこととかもそうですけど、やっぱそういう、ね、時期によってそれこそ戦術をインストールする時期もあるし、その基礎のレベルを上げるっていう時期もあると思うし、それは多分人によって違うと思うんで、ね、自分が行き詰まった時に自分自身をこう客観的に見てこう何が足りないかっていうのを考える力が一番なんか必要なのかなと思いますね。それだよね、それも、はい、要するにもうマチはその能力があったんだよね、多分さ。それはすごくなんか人によって違うっていうのはもう本当、俺らもさ逆の立場じゃん。マチは選手がある立場、俺らはこう逆にこう見守る立場。はいはいはい。やったらやっぱり一人一人やっぱりそのね、プッシュするタイミングが違うし、その人がどっちに、その選手がどっちに矢印を向いてるかによってもさ、全然進み方も違うし、だからそこがこうマッチした時に、やっぱりこうギュンとこう成長していったりとかさ、こう変わっていく瞬間とはなんか改めて思ったね、今ね。そうですね、はい。そういった意味でね、マッチはもう最初に、俺の印象だよ。もう最初に4年生か5年生の時にマチを最初にふわって見た時に、はいはいはい、あ、もうこの子プロになるなって俺は思ったの、その時。うん、それ最初で、ほらもうマチさ、もうあの時からひょろってこう細くて、はいはい、背高くてさ、もちろんこうクラムジーとかいろんな要素があってさ、うまく身体操作できない時期でもあったし、うん、ほら威力もさないしさ、ボールも飛ばない、はいはいはい、スピードもこう、うん、まだ出ていない、味もちろん出ていない、はいはい、そういうタイミングだったけど、なんかね、もうあこの子なるなって思ったんだよ。ジュニアにもいたしさ、ジュニアユースにもいたし、ユースにもいたから、こう、はいはいはい、人たちからさ話も聞くし、当然こう直接的にさどんな子かな、どんな選手かなっていうのもこう観察するけどさ、うん、あ多分この子はなっていくんだろうなっていうのはなんかずーっと思って、でそれは多分今言った町が言ってることをその時期からねできてたのと。結構ほら、まあ、もうみんなそうだと思うけどさ、スーパー負けず嫌いじゃん基本。はいはいはい。もうだから自分に矢印向けて、自分がこうだから、うん、試合に負けてる、自分がこうだからなんかチームがうまくいってないとか、なんかずっと自分に矢印向けるタイプの子だなってずっと思ってたのね、うん、そういった意味ではなんかそれがずっと継続していろんな素晴らしい選手にはなって、もちろんなってるんだけど、それが今でもこう継続してずっとこう高みを目指してんだなっていうのはなんかね、今ね聞いててちょっと思い出しちゃった嬉しいですね今ちょっと蘇ってきたわ、あの頃のユニフォームを蘇ってきたもん、マチにまだトステム時代の頃とね、はいはいはい、しましまのそう覚えてるな。東京オリンピックの時の悔しさと、このまま日本にいたら多分これ以上うまくならないなと思って、うまくいかないこと、自分の頭でイメージしてることとやってることがギャップがすごいあるんだろうなっていうのは、うん、大丈夫だよってね。なんかイメージですけど、日本って選手の上に監督いるじゃないですか。すごいイメージかもしれないですけど